はい、どうも、後藤さんです。海賊祭スゴフェスやってきましたね。で、今回も、まあ、4の倍数は1個で回せるのかな。で、まあ、酒場確定が5回目と、まあ、多分10回目とかかな、にあると思うので、まあ、8回目か。そこら辺狙っていきましょう。で、超すごいやつが、まあ、エース&赤犬と、まあ、エネルマあって、あれ？クラッカーがいないですね。ジンベエ、超出んな。さあさあ。まあ基本的には今回力の属性のキャラがうじゃうじゃ出るんですけど、あれ？クラッカー本当にいなくない？だから 2.4%。あ、いた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 。1.037 ですね。小生クラッカー。ということで、まあ100分の1か。100連すれば出るかもよ、という感じで、それ以外は確定枠で。で、確定枠が、まあ、これが、超すごいやつ確定のとこですけど、まあ、10体ね、ピックアップということなので、まあ、エネル狙いの人が多いかな。エネル以外はね、エース&赤犬、もうここは前回めちゃくちゃ出たので、まあ、あんまり狙いませんが、で、33% の確率で確定枠で出ると。まあ、この5回目とか、5、8、12かな。そこら辺の確定枠でどう引けるかが大事ですね。さあ行きましょう。じゃあ10連目。まあ、ここで、来ちゃう人は来ちゃうけど、ちょっと待って。電話がかかってきたんで、ちょっと待ってください。はい、ちょっと立て直したんですけど、ちょっと何枚か取れてないかな。ただもうここ、ちょっと待って。一時多すぎ。いやいや、いいのはいっぱい出てますけどね。はい、もう。いや、電話かけて、もうちょっと待って。テーブル、3体出たんじゃない？一時ここで。はいはい、もう今回、はい。1回目はこんな感じで、30個ですからね。さあ、じゃあ2セット目行きましょう。まあ、酒場確定で引けるかどうかってとこですからね。まあ、3回あるんで、そこで引ければって感じですかね。まあ、海賊祭も楽しくなってきましたし、いやいやいや、嘘八も今回ね、実は、とつるためにちょっと4体欲しいなと思ってるんで嬉しいですね。力属性、おお、新キャラですね。まあ新しいジンベエ来ました。さあ、超すごいやつ確定で、赤髪で今回はまあ、VS のエース赤犬とエネルがやっぱ狙いどころになるんですかね。さあさあ、エネルはここでしかほぼ引けないと思うので狙いながら行きましょう。前回もそんな、今あのところ引けてないですしね。さあ、うわ。そっか、今回酒場に3時もいるのか、今更の。さあ、誰？おお。神引きだよな、これ。いやー、ありがたい。ありがたいですね。寝るね。さあ、じゃあ4回目は、ここで弾けるということで、まあ、ここで弾ければね、めちゃくちゃありがたいんですけど、まあ、海賊祭限定キャラもね、毎月もうこういうガチャがあるんで、それなりに弾きやすくなってますし、まあ、持ってなかった和の国のローとかね、新キャラの、まあ、死竜とかもね、こういうとこで弾けるとありがたいのはありがたいので、さ、行きましょう。ちょっと待って、お前。一時、どういうことだよ。ちょっともう1回転目から3体出て怪しいと思ったけど、来すぎだろ、ちょっと。はい。ここ超でかい。5セット目。さあ、酒場確定。赤髪とかいらないんで。さあ、最後の11枚目までに止まってくれても、もうほぼ確定でしょう。いや、ちょっと待って。ちょっとイラッとするな。困ったな。さあ、よしよし、金。3分の1。うわぁ、ここで3時。なんでお前、酒場にいるんだよ。いないでくれ。さ、行こう、元気にね。まあまあ、ね、やっぱりここで登場した時に引くとね、育成し終わってるっていうのは大きいので、いや、ちょっと心折れましたけど、行きましょう。で、6、で、8がまた1個で探せるということですね。じゃあ、6、7、石ちょうどまだ100個とかあるんで、行きましょう。さあ、6回目。いや、酒場確定外すか。まあ、3分の1だからな。お、
赤髪は出そう。はいはい、ありがとうございます。道中、なんかやっと出たっていうぐらい出なかったですけど、ありがとうございます。60連で、ちょっと待って、もう本当、なんか目につくな、一時。おお、どういうこと ?NL2 体。おお、ありがとうございます。フランキーも欲しかったですね。はいはいはい。66は、はい、じゃあ77。次も1回、88連目もね、おお、全部盛り。ちょっとドキドキする。ここで赤髪来るか。来ないとね、新キャラのこともあったんで、ちょっと気になってるんですけど、はいはい。道中2枚目。いやー、赤髪はエネルで来てるので、かなり神引きですけど、いやー、赤髪を、はい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 。スタンピード面白かったですよね。いやー、ワノ国郎今日すげー来るな。さあさあさあ、ちょっと待って、お前ほんと、どういう確率 ?2% とかでしょ、多分高いとはいえ。いや、気にせず行こう。そういうね、偏る人もいるんで、もうこれ以上さすがに出ないと信じていきましょう。他にもいっぱい出てるやついるかな、なんか、さあ、これは1個で、うおー、ありがとうございます。あ、そうだ、バギーも欲しいんだよな、あの、星5で出る。さあ、スタンピードバギーかな、いや、渋。さあ、じゃあ行きましょう。9回目、酒場キャラ、9回目か。面白いところで酒場確定ですね。さあ行きましょう。ちょっと課金してきまーす。ちっちゃいのまだ残ってますね。はい。じゃあまあ10連ずつ当たる気がするんでね。さあ、9回目の酒場確定行きましょう。ここで当てて終わらすという。3分の1引いてこい。もう30はいらない。お、赤紙やめて、最後。10枚目赤紙、あ、11枚目、あ、OKOKOK。道中来ましたね。まあ、いい感じで赤紙も確率負けはしてますけど、さあさあ誰？もうエネルは十分出た。かなり赤紙の引き方はいいですね。さあ、誰？ちょっと。はあ、3分の1だもんな。しょうがないよな。さあ、石入れてこよう。はい、じゃあ行きましょうか。もうそろそろこれ10セット目もういいんじゃないかな。もう2回酒場確定3時か。いやー、赤髪も来そうですね。いやいや、道中これで4。え、赤髪来なかった。嘘。最後は赤髪確定がここ。あれ？ちょっとちゃんと見てなかったけど。さあ。あ、ここ、赤髪確定か。OK。普通に赤髪かな？はいはいはい。なんか、バレットも2体出てますね。さあ、行きましょう。あと、3セット？はい。じゃあ、2セット分入れてきましたけど、これ、次ね、1個で引けると思うので、ここで、いや、ここでもう当ててほしいんだけど、さあ、11セット目、頼む、止まれ。ちょっともう、ほんと1時、ちょっと1時。おい、1時。もうさすがに。あ、嘘8、ありがとう。これで4体ぐらい出たかな。さあ、1個で探せるので、これで、最後までは得点、13セット目まで今回もあるのかな。ちょっと最後までは見なかったんですけど、さあ、赤髪来るか。いやー、さあさあ、あれ、最後赤が未確定かな。あれ、違うよね、ここ1個で。おー、来た。まあ 1% なんでね、まあほぼ確率通りに来てくれた感じでありがとうございます。まあまあ、お、え、止まった、あ、違った、そうか、この赤髪だったのね。はいはい。進化後エネル、ちょっと嬉しい。エネル3体か。まあまあ、神引きですね。いいんですよね。楽しく弾ければね、ガチャは。はい。ありがとうございます。親父も来ましたし、いろいろ来てますね。いやー、13セット目で最後か。あぶんねー。もういいや。酒場にいるキャラも、もうね、3時2回は食らいましたし。
いやー、ちょっと見に行きますか。1時何体出たのかね、それだけちょっと確認しましょう。どこだ、ちょっともうね、いた10体。おいおい、1時、まあ確か進化前のやつまだ確か潜在解放とかも、終わってないんで、5体は、4体か、4体は食わす意味もあるので、もういいよ。どんなテーブルというか、すげえなー。この属性限定、怖いね。かぶるわ。でも、おかげさまでね、まあ引くことはできたので、引けないことも何回か僕あるんでね、この天井がないガチャね。まあエネルも3体引けましたし、まあいいガチャだったなということで、終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。